ソンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、こんばんは、田中樹です。松村北斗です。はい、お前あの Q のハイにあハイって言わなくていいんだよ。びっくりしたから。ハイって10秒前だと思わなくて、もうちょいあるかなと思ってちょっとゆっくりしてたら、もう10秒10秒って言うから、うん、焦らせるからもうちょっと落ち着けばいいのに。焦らすじゃなくて焦んなきゃいけないタイミング。だからびっくりしちゃって速攻アプリ閉じて今。別にいいよ、その描写は。カフ上げてはいって返事したらもうマイク生きてたわ。うん、そりゃね、カフ上げてんだから、ね、びっくりした、びっくりした。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、あれか、先週の放送が、うん、その私のリリース、うん、まあだから今日は11だからもう3日経ったんだけども、私のリリースを記念した特別企画をお届けしたんですよ。その、うん、ラジオなんて本気でやってどうするの。やるだろラジマジ。やるだろうよ本気で。ラジマジをまあお届けさせていただいたんですけども、まあ見るけどラジオの内容としてね、こうありえないところまで心が動き出す切ないラブストーリーみたいなものをお届けしようってことで、それをリスナーからリトルソーンから募集したんです。うん、まあ、圧倒的敗北。敗北って何？ラブストーリーにおいて敗北って何？完敗。グーの音も出ませんでした。ないよ、あのラブストーリーを募集して敗北って。いやあれはね、やられた、ね、因果がもうボコボコ。なんでだよ、なんでラブストーリーをボコボコにされてんの。まあなんかバーベキューの紙皿が風で飛んでくみたいな話とかを読まされたわけですよ。いや、お前らが選んで。いや、まあただね、それさえも凌駕するような表現力があればよかっただけのことではあるので、うん、ちょっとまあ我々の実力不足もあったかなと反省してるんですよ。パーソナリティだし、ね、まあ、じゃあふざけたリスナーと俺とコーチの実力、うん、ちょうど五分五分で悪かった案件ですね。本気だってどうするのじゃないよ。やれよ本気。でも実際なんかあんたぐちぐち言ってるけども、うん、恋マジのね、恋マジの企画なんですよ、あなたのドラマのね。でそれの挿入歌だから、うん、のそれの出演者のは北斗がいなかったから10-0で北斗が悪いかも。勝手にやっといてその言い草なんで、お前来ないから、で10-0で北斗が悪いかもしれない。かもしれなくねえよ。申し訳なかったなと、まだ申し訳なかったなと思ってます。いや、謝ってくれるんだったらいい。違う違う、一緒に謝るんだよこれ。なんで。俺が謝って出てねえ、俺がドアあがけるんだよ。俺10-0でお前なんだから、俺が謝っておかしいからな。ドアあがけるんだ。今は俺が一応一緒にいるから一緒に謝ることできるけど、本当だったら一人なんだからね。あとお前、あの広瀬さん主演なんだからあんま迷惑かけんなよ。いやもうバチバチ使わせてもらいましたよ。盛り上がりましたし、まあなんかね、あれもあったよね、インターホンの音から始まるみたいな。何あって、それ知らない。それがね、メール届いたんですよ。メールの一文目がインターホンの音。それどんなに頑張ってもかっこよく、そのなんていうの、切なくというか、あ、それセリフじゃないよ。たんですよ。ピンポンはセリフじゃないよ。言えなくて、まあ、そのピーンポーンってなっちゃうんですよ。それセリフじゃないよ。なっちゃうんですよ。だからあれじゃ、頑張ったんですよ。だからね、ピーンポーンって言おうかなとかも思ったんだけど、もうこれはピンポンじゃないなと思ったんですよ。うん、でもピンポンは残さ、感は残さないといけないから。うん、ピンポーンって本当は言いたいんだけど、これかっこよくないし切なくないじゃん。でそのせめぎ合いがありまして、自分の中の葛藤が、それでピーンポーンみたいになっちゃったんですよ。知らねえよ。そこがねちょっと惜しかったとこだよね。あれいけたらねだいぶ良かったんだけども。じゃあピンポンかピンポンじゃないかじゃなくて、それセリフじゃないから。てかただね、そのね、まあそのそれをねしっかり言わないと成り立たないというか、だからそれは、うん、それは注意じゃないと思う。メールに書いてあるから、表示だと思うよが、ピンポンって SE を入れるべきだよ。じゃあでもメールに書いてあるから、うん、届いて、でそれは台本形式でってこと。そう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 、読み上げる朗読みたいなもんですよ。鍵括弧前にジュリって書いてあった。ジュリ、ないないない、鍵括弧ももちろんない。ピンポンジュリなんとかって書いてあった。ピンポンの後に鍵括弧文が続いてました。じゃあピンポン言うなよ。でもメール書いてあるから、それはそこからもうストーリーは始まってるわけですから。そういう時はもうなんか、あ、これはなんか音ですよっていう体で、うん、もうなんか無機質にしょうがない
SE がないならね。え、ただちょっとこんだけ、今日はね、その、本家恋魔女のギャルソンが来てるってことで、ピンポンの方いただきますか。やってねえよ。いただきますか。お前もっと見ろよ、恋魔女。じゃあ一回ちょっとピンポン。やってなかったろ。ピンポン本家いただいてもいいですか。ないよ。ピンポン。ピンポンだけいただければいい。その後のセリフは、まあ、今メールないんでね、ピンポンだけいただければ。ピンポン。ほらほらじゃねえ、そうなるんだよ。な、本家でもこうなるんだよ、やっぱ。あの、ドラマ通して、ピンポンの音すら多分なってない。うん、じゃだから、お前もっとその、うん、なんていうの、手抜いただろ、お前今。ラジオだと思って。入れろよ、もっと。撮影の感じで来いって、お前。お前、こんな本気でやってどうする？なんで、お前、お前、まだ作ったやつ抜けてないだろ、だって。役。もちろん、もちろん、放送中。いやいやいや、もう一回、もう一回だけ、もう一回だけくれよ、その、アリスさんだと思って。自分が。俺、どういう状況だよ。お前はね、出てたじゃない、ちゃんと。長峰シューマイ役ね。シューマイ役。シューマイ役。北斗とし、北斗がシューマイ役として。で、純役だ、お前は。じゃあ、自分がアリスだと思って。自分がアリスさんだ。おかしいよ。世界線がおかしいよ。いやいや、もうさ、自分がアリスさんだと思って、ピンポン、ちゃんとやろ。アリスさんはそんなピンポン言わないわけじゃない。主演だから。ね。俺が広瀬アリスなの。そう。お前は、俺今広瀬アリスになったの。そう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 。お前、シューマイ役の奥さんで出てたわけじゃん。出てた。一番近くでアリスさん見てたし。見てた。いや、お前はアリスさんだと思って自分おかしいよ。お前今から、ピンポンだけちょっともらえますか。ちゃんとそのストーリーの感じ、雰囲気ください。ちゃんと。ピンポーン。ああ、ちょっと、惜しい、惜しい。手抜いてるよね。手抜いてねえよ。手抜いて、まだね、若干、なんていうんだ、その、ラジオエンターテイメントしちゃってる。ふざけてるもん。ちょ、俺、シューマイ役だからね。ちょ、ふざけちゃってるよね。俺、広瀬アリス役じゃないから。俺らは真面目にやってそれだったから、まだ良かったよ、うん。何真面目にやってんだよ。ふざけてそれは、良くないよね。ふざけろよ。ああ、まあ確かに役入る時間だけあった方がいい。そんなんじゃないよ。そうだね。うん、それは。ね、もっとちゃんとした役者さんをいじるときに使えない。そうだね。役にこう一瞬、まあ、そのね、数分あった方がいいから。違うよ、俺、ストーンズの人だよ。一回ブース出る？出ねえよ。全然あの、薄黄色のとこで囲まれた小部屋とか、あトイレの左にある給湯室とか。なんで俺出なきゃ。収まりつかない雰囲気になってんだよ。全然いいよ。その黄色いとこにね、多分スタッフさんいるから、その奥でもいいよね。うん。出る？出てちょっと一応役できたら一応来てもらっていい？俺ちょっと、一回出て、その、入ってきてピンポンもらってもいい？俺役者じゃないから時間かかるかも。いい、全然いいですよ。その、作ってもらった方がね。じゃあちょっと。ごめんなさいね。ラジオ中だけどブース出ますよ。で、いい。まあ、役作ってくるのはそれ一回見逃しますよね、それは。じゃあ、こっち早く。すいませんな。いいよ、そっち行ってもらって、今ね。俺らはだって、去年じゃ、先週のリベンジをしたいから、だから、北斗がここでピンポンやってくれれば、先週の企画も、ああ、よかったなって思えるし。俺は、シューマイ。え？じゃあ、お前はシューマイ子やった北斗だけど、アリスさんだと思ってやってよ。それは、だから。いいが、作っても。いいピンポン。ああ、もうしっとり、まあだからそう、切ないラブストーリーだと思ってください。聞いてる人を泣かすようなピンポン欲しいですね。あとそっちから喋んなよ、お前。なあ。そっちから喋んなよ、お前。そう、放送載ってないから、お前。放送載ってないよ、お前、その声。ただ、俺の声が一方的に聞こえてんだよ。いやー、ちょ、もういいから。いいからお前もう作れって俺にごちゃごちゃ言ってないで、ね、おお作りに入るの早いよねやっぱり作りにかかるのが早い、うん、作る状態をねのゾーンに入るのがやっぱ役者のゾーンがあるんでしょうね彼なりの素晴らしいよねあんだけ立ってても素晴らしいよね。あんだけやっぱ直立でも役作りの、その、書かれちゃうっていうのが、いいとこだよね。できたら手挙げてね。そしたらこっちも、その、合図出すんで。まあ、いつでも何分かかってもいいんで、やっぱ先週のピンポンを俺はね、しっかり、その、してあげたい。しっかり終わらせてあげたいというか、俺らでここでね、成仏させてあげたいですよ。しっかり。先週のピンポン。あ、手上がっちゃったか。はい、作れちゃってるもんね、もう。じゃあ、早速。松村さん入ります。はい、松村さん入ります。はい、よろしくお願いします。
じゃあ、北斗、いいよ。リスナーも楽しみにしててね。来た来た来た。来た来た来た。ピンポン。いいね。違うね、やっぱね。違うねだろ。うん、出ちゃったよね。違うだろ。ベストピンポン。うん、違うだろ。やっぱね、違う意味で違うよ。これは俺らが申し訳なかったらね。その、作らせたらやっぱピカイチ。お前、広瀬アリスの芝居舐めるなよ。うん、素晴らしかったよね。こんなんじゃねえよ、あいつ。いや、ストーンズまだまだ売れる。もっと上行くわ。もう、天井バチン、うん、いや、もう限界ない。バチン行きました、今もう。俺、決まってる仕事全部なくなっちゃうよ、今ので。素晴らしいね。素晴らしい。まだまだ出る、お前。出る。まだまだドラマ出る。うん、ないよ。今後一生ピンポンで出る。毎曜日出る、お前、多分。おかしい。毎曜日。それは一個決まったら毎曜日出る。素晴らしいや。毎週同じ曜日出る。さすがに、やっぱ作る時間を与えてしまうと、こうも仕上がってしまうかっていう驚きはやっぱあるけども。作ったふりしないと収まんなそうだったから。さすがピカイチでしたね。役者として。役者魂を見せていただきました、ね。ジェストーンズで俺。ちゃんと無事先週のピンポンも無事成仏しました、ね。してねえよ。ありがとうございます。あと、先週は誰だっけ？コーチやったんだっけか？あ、あれだ、コーチがさ、あれじゃん。うん、悲願のヒルナンデス出演したじゃないですか。あー、俺、これ正直出ない方が面白かったよね。なんか出ちゃったら出ちゃったり、ちょっと残念。なんかね。うん。なんかさ、インスタのストーリーとかにもさ、ヒルナンデスみたいなさ。ちょっとお寒い。あいつ出なきゃ出ないだけやっぱ良かったからね。そう。うん。なんだよな。ちょっと出たら出たらやっぱヒルナンデスのスタッフさんからも、違うかってやっぱちょっと思ったと思うんだよね。ね、うん。なんか、ね、やっぱやる気満々だったわけ。いや、すごかったんですよ。もうだからね、先週出ますみたいな報告をして、うん、で、もうバッキバキの顔。バキバキの顔で、俺はなんちゃになるんだって言ってたんですよ。あれ、何曜日に出たんだったっけな。数日前、火曜日か。じゃあ、うん、前日とかでもないんでしょ？そうじゃない。早いよ、バキルの。3日前ぐらいにもう鼻息すごくて。バキルの早いって。目、バッキバキで、俺はなんちゃんになるんだって。すごい意気込んで言ってた。バキバキで？で、今非常に危険だと、この状態は。うん、危ないね、大変危険だね。よくない、よくないと。その、体にも良くない状態だし。そうだね。お昼っていう時間を全国 の、 その視聴者にもう危ないって判断したので、うん、昼なんですよ。一応僕3回出たことあるんですよ。おー、出てるね。そうなんで、ロケからスタジオから行ってるので、すごいね。ちょっと私、田中樹からアドバイスを送らせていただいたんですよ。まあそう、大事じゃん。まあスタイリング。スタイリング？そう、ワイプの表情、喋り方まで全てちょっとプロデュースしました。スタイリングが一番わかんない。僕手掛け、田中樹プロデュース手掛けさせていただいたんですよ。ね、その毛先の遊ばせ方とか教えたの？いや、と思うじゃない。うん。結構細かくて、うん、前髪は上げるなと。なんでだよ、顔出させろよ。で、ワックスはそんなにつけるなと。ああ、でもそうかも、ね。はい。あと、淡い色の服がいいとか。ああ、なるほどね。そう、あまり大きい声で喋らなくていいとか。うん、VTR 見てるときは、モニター下にあるけど、顎上げろとか。結構具体的なことを言ったんですよ。髪をナチュラルにして、淡い服を着て、小さい声で。そう。ほぼ出てないみたいな。言ったんですよ。うん。そしたら、まあ、偉いもんで、あの子全部やってたらしい。なんでやるんだ、あいつも。あいつもあいつで。俺仕事で見れなかったんだけども。いいよ、やんなくて。マネージャーだったり、さっき、まあ、ひえおじだったり、スタッフから聞いた話によると、うん、もう全部やってたらしい。全部やってた。全部実行してたらしい。すごいね。うん。全部やって、まあ、その場のね、楽しい乗り方、乗りでね、先週言ってんのかなと思ったら、あの子本当になんちゃんになろうとしてたみたいな、ね。厄介だね。ガチで。なんか、熱意とかも、方向間違えると厄介。しかもなんか一番嫌だったのが、その、出て、うん、いや、出たかったんです！やっと出れましたじゃなくて、うん、なんかすっごいにこやかに出て帰ったらしいんだよ。どうもーぐらいのテンション。そう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 。また呼んでも、くどくないなって思ってもらえるようなやつね。また呼んでって言わないやつやってたらしいんだよ。いや、なんかね、そのね、感じが逆にガチでね、本当になんちゃになろうとしてたんですよ。ねえ。いや、なんか、噂よ。噂によると、その CM の間だけ、ちっちゃめの四角いメガネをかけてたらしいって噂も、わかんないよ。ちょっとそう、サブリミナル的に狙ってたけど。なんかね、あれと。
だから、あ、これなんちゃんになろうとしてんのかなって。うん、かけてらっしゃるからね。かけてるとか、ね、なんかかけてないとか、うんうんうん、いう噂は聞いてたし。もうサブリミナル的にも狙ってたわけだ。なんか CM の間だけちょっと緩く髪の毛パーマ当ててた、ね。あ、そう。そう、噂よ。噂か。噂だけど、ね。やってたとかやってなかったとか。うん、やってたとかやってなかったとか。諸説あるらしいけどね。うん。そういうところからも攻めてたっていう噂も浮上するぐらいですからね。ちょっとね、いや、これも噂よ、うん。CM の間だけ、なんか、脳にまつわる豆知識、一人ごとのようにつぶやいてたって噂も。だから、あれだね。それ、音声さんへのサブリミナルだよね。うん、あれこのマイク、なんちゃんあれなんちゃんかなって。あれコーチのゲージが触れてるぞ、と。あれコーチのゲージ上がってるぞ、と。こいつまさか、半分なんちゃんってなってるよね。DNA を感じられた可能性があるよね。いや、これ、あったとか、なかったとか。諸説ありますけどね。諸説あるけど、なんかそんな噂をちらほら。もしなんか今後ね、まあ、万が一、うん、あの、誰、な、南原さんがもし、まあ、次の人にみたいなことが万が一あった場合は。南原さんが、うん、いや、ないと思う。多分あの、あれはね、南原さんだから成立してるものであるけど、うん、もし万が一なんかあったら、うん、スタッフから、あれ、そういえば、コーチ、なんちゃんだったぞ。なんだよっていうのが出る可能性がありますよね。コーチ、なんちゃんだったなんだよ、その感想。まあ、その、かなりね、局の偉い方とか、プロデューサーとか集まって、会議になりました。いや、ちょっと、いや、これ、南原さんじゃないと成立しないぞ。それ誰もなりますよ、スタッフも。誰でもなります。視聴者もなります。大慌てよ。でも、ふとした時に、あれコーチなんちゃんだったぞ。何やそれコーチなんちゃんだったって。あれそういえば、あのさ、ジャニーズのストーンズ、なんちゃんの子がさ、何だよそれあのストーンズ6人組のあのなんちゃんの子が、ないないないやりたいって。ラップの子がみたいに、肩書きなんちゃんってないから、うん。あのなんちゃんの子がさ、いたよね。あ、確かにあの子なんちゃんだったぞってなる可能性がなくはないですよね。ないよ、自己紹介でさ、うん、あ、でもソンズで田中ジュリです。普段ラップやってますみたいにさ、うん、あ、ソンズのコーチ横です。普段なんちゃんやってますないよ可能性としてやっぱ浮上してくるわけですよ、こうなってくると。あいつ大丈夫かな、うん、まあ、あとあんただけ地球なんで捨ててないですか。残すところ北斗だけですよね。なんか滑ってるよね。何がよ、出てないの、まあ、万全とかで今後ある可能性あるけどね。さあピッチャー投げました、打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す、うん、回ってない回ってないぞ、どうしたどうした、回したいのに回らないの、肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光、佐藤健です。ハーゲンダッツの新しいクリスピーサンドにはマカデミアナッツが入ってるらしい。これサクッとしてパリッとして、バタースカッチアイスクリームがとろーんと溶けて、ナッツがたまにカリッとする、そしてまたサクッとして、クリスピーサンドマカデミアナッツスカッチ新登場。たまにパリッとして。土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト、6月の担当は僕たち雷。日本放送のポッドキャストステーションで検索してください。ずいぶん時間余らせだな。田中樹です。お前さ、久しぶりに地元帰ってたのよ。静岡県島田市っていうところなんだけど、まあなんもないところではあるんだけど、そこでね、当時だから中学校の頃の親友と会ったのね。いや、久しぶりに会って、なんかストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、なんかさ、懐かしい話して、お前変わんねえなとか、やめろよなんて言って付き合ってさ、本当に。で、その後さ、久しぶりにから。この時間は、久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ、神様。肩、腰の痛みに貼れば、直に効く。フェイタス。久光。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン 1242.com からアクセス。耳で味わうリモート飲み会、家飲み、一人飲みのお供に、青山よしのと前田香里、金曜日のしじみ、ポッドキャストで配信中。アロハ横浜2022。
6月10日金曜日から12日日曜日、横浜赤レンガ倉庫で開催。現在公式ツイッター、インスタグラムをフォローして、ザカハラホテル&リゾート横浜の宿泊券が当たるキャンペーン実施中。詳しくはアロハ横浜で検索。ゾーンのオールナイトニッポンサンダースペシャル。今のさ、リミックス何？スペシャル、スペシャル、スペシャルって何？ちょいちょいあるよね、こういうのね。びっくりした。はい、ということで今夜も生放送なので、ラジオ機の皆さんもメールで参加してください。0時台に詳しくお知らせしますが、うん、来週は ANN っぽいこと全部載せスペシャルということで。最終回、まあ、あなたの思う ANN っぽいことを送ってください。そうね、オールナイトニッポンっぽいこと。うん、送っていただければなと思います。その他にもリアクション、感想メールもお待ちしております。受付メールアドレスは、st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールは1通だけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウント、@stonesannsat。放送中はハッシュタグ、stonesann をつけてつぶやいてください。でございます。お願いします。まあ、さっきも話したけども、だから、ストーンですから、あんただけヒルナンデスまだ出れてないんですよ。ご縁ないね、なかなかね。番組、じゃあ番宣とかドラマのそれこそ、そんなんで出そう、うん、出てったね、出てもおかしくなかったけどね。日テレさんだよね、ヒルナンデスってね。だから俺、去年の頭とか、レッドアイズっていうのが日テレさんだったから。まあ、ご縁なくまだ出れてないわけじゃん。なかったね、なんかさ、あの、ストーンズの中で、じゃあラスト一人って残るの、俺、渋いよね。寒いよね。うん、わかるよ。なんか残ると寒い人だよね。コーチが一番良かった、ね。そう、だからあいつが出ちゃったもんだから全て狂っちゃったじゃない。ちょっとね。だから俺、いや、滑り込みたかったんだけど。コーチの前にバッと入り込みたかったわけだ。ただ、恋マジがあの、富士だったかね。富士ってかまあ、そうだね。はっちゃんだったから。うん、まあ、一個ほらあの、ホリックって映画だからね。あるかなと思ったけど。なかったか。なかったね。だからまあ、北斗のみなんですよ、残すところがね。まあ、ストーンズの秘蔵っ子、リーサルウェポンですよ。そんな言い方もないけどね、別に。もう残すところ北斗ですから、まあ。で、北斗の場合は、ちょっとね、その、お礼なりにアドバイスさせてもらうと、出た時用にね。いらないけど、ね。いや、結構本気のアドバイスするよ、俺はね。ずっとものすごく大きな声で喋るといいと思うんですよ。おー、大きい声で。そう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 。まあ、まあ、そうか、まあ、食レポとかあるんですよ、スタジオで何か食べてね。うん、そういう時はもう、全部、その、嫌です！違う、あ、そんなに絶対嫌ですって言ったらいい。大きい声とかじゃないよ。やめろ何よだよ。言って、もう払ったりしちゃった方がいいと思う。俺は、これマジでね。え、俺はやめろっていうチャンスが来るような番組なの。いや、だからその、なんだろ、食レポとかあるんですよ。なんか、俺の時はまあ、おにぎり食べたり、なんだろ、あったわけですよ。その時にこう、嫌ですって言って、それでも多分渡される番組進行上ね。うん、やめろバシって払っちゃった方がいい。払っちゃった方がいい。手をね。そういう番組なの、いや、それはね、刺さりますね、視聴者にも。あ、そう。でも。ちょっとここ最近ほら、お昼の時間ね、仕事であんま見れてないからあれだけど、最近昼なんですか？いや、やればやるだけいいね。払えば払うだけいい。それが強ければ強いだけいいし。ああ、力がね。で、まあ、さっき、もう、蕎麦3玉食べたので、もうお腹いっぱいですって言っちゃった方がいいね。俺の昼食勝手に決めんなよ。その方がいい。やっぱ刺さる、お前は。キャラクター的に。食ってった方がいいんだ。それは見た目的にもね。見た目的にお前のそのルックス的にもそういう方が刺さる。なんで刺さるんだよ。どこの層に刺さるんだよ。あ、また来てほしいなってやっぱ思うし、そういうのされちゃうと。刺さるのね。で、それを言ったら、俺、どこの層に刺されんの？いや、やっぱプロデューサーとか視聴者にも刺さりますし。刺さるわけね。やっぱなんちゃんとか、おこの子。この俺の後か？ちょっとストーンズになんちゃん多すぎるわ、それ。うし。まあ、あと全員にタメ口。きついよ。あとずっとカメラ目線ね。大型ルーキーすぎるって。あとショッキングピンクのスーツ着て出るとか、ね。お、わけわかんない、最後に。まあ、昼のエンツの関係者の皆さんお待ちしておる。
さあピッチャー投げました、打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。お、回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした、回したいのに回らないの。肩痛くて。もう肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。木の家は自然の一部だ。森から生まれ、また森へと帰っていく。木材を使ったら若い苗木をまた植える。木の家はこの星をめぐる大きな循環の輪の中にいます。トゥリーイングフォーアース、住友林業。超文明の秘密はこの者たちに託された。90年代に一世を風靡したあのスプリガンが帰ってきた。過激なアクションと古代ロマンに満ち溢れた王道冒険活劇を体感せよ。アニメスプリガンはネットフリックスで6月18日から全世界独占配信。レディースシューズブランドのオリエンタルトラフィックから発売しているスポーツラインの ORTR、 スニーカー、スポーツサンダルなど、スポーツシーンはもちろん日常に溶け込むデザインも弾め。私、心弾むスニーカー ORTR。 僕、コーチ ユゴ、ヒルナンデスに出演することが決まりました。この1回をいかにチャンス、この1回をるか。最終目標はなんちゃんの位置よ。そんなに目バキバキなやつが出ちゃいけないの。え、ダメなの。目バキバキで俺はなんちゃんになる。出てるやつやだろ。あ、なんか美味しそうなもん出ました。うわ、マジうまそう、やば。はい、もう失格。ダメこれ。スターンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ね、すごかったでしょ、ちょっと先週のコーチ。目バッキバキとかやれてるところだって、あいつ滑舌回ってなかった。え、ダメなの。すごかったでしょ、もう。もうマジで前、もう本当にもうアクリル板に顔面くっつくぐらい前出てたんだよ。何やってんだあいつ。マジで。怖かったんだよ、俺だって。ダメだろって。アドバイスしよかったよ。よかった、ほんと。なんとかなってたよ。うん。はい、ということで、じゃあメールを読みします、ね。よっしゃ。まずはラジオネームマシュさんからです。うん、先週のラジマジでのセリフ、ピンポーンの言い方がしっくりこなくて、ここ一週間研究していたのですが、先ほどあなたのピンポーンを聞いた瞬間、その言い方があったか。腑に落ち、解決できました。私の悩みを解決してくださりありがとうございます。さすが広瀬さんです。あ、もう広瀬さんだと思われてるじゃん。さすがですよね、やっぱり。うーん、もう広瀬アリスだと思われてるじゃん。ピカイチだなってやっぱ思いますよね。スペシャルウィークでっきり来るか来ないかだよ。やっぱね、あんな、ドラマで見てただけじゃなくて生で見てもやっぱ広瀬さんのお芝居すごいなって思う。もう目でも視覚でも広瀬アリスなの俺今。ね、お綺麗ですし。うん、すごかったですね、やっぱ。惚れちゃってんの、もう今。続いてラジオネーム、エミミさんからです。結局、松村北斗って俳優なんだなって思った。あ、違いますよ。正直、本当に泣いてます。なんで世界に羽ばたいてほしい。違うだろう。いけちゃうよね、もうね。これ。世界にピンポンってあるの？俺も見えました、もうアベンジャーズに出てるお前が。え、俺が？アベンジャーズシリーズの。お前が見えるぐらいでした、もう。だとしたら俺ロン毛の細い女じゃないと出れないよ。いやー、さすがだったよね。だって今の広瀬アリスでやっちゃってるよ俺。いやー、すごかったよね。うん。続いてラジオネーム、呼ばれる？ヒゲそばさんからです。松村さんのアリスピンポン震えました。なんでアリスピンポン？マジで家のインターホンになったのかと思って玄関まで行ってしまいました。こんないいピンポン持ってる松村さん、あんたこんなところでラジオやってる玉じゃねえよ。今すぐもっと大きなステージに上がれ。スタジオから出てけ。なんでまた出てくんだよ。いやー、すごかったね。もう広瀬アリスピンポンでもないじゃん。もうお前行ってこい。家のピンポンだと思ったらリアルすぎる。行ってこい。ここは俺らが背負うからお前も行ってこい。ないよ。お前も次のステージ行ってこいって。一回の本番で二回ブース出るってないから。いや、すごかったね。俺もマジでピンポンになったかと思ったもんね、マジで。じゃあ出ろよ。マジで。笑ってねえで出ろよ、あの時。一瞬マネージャー迎え来たかなとか、ああ、ブースだったんだったもん、俺も。錯覚した。もっと集中しろよ、ラジオに。続いてラジオネーム、レイさんからです。
ラジ俳優の松村さんの切ないピンポンを聞いて、ラジオなの俳優なのどっち、感動で涙が止まりませんでした。どっちでもない。CD 買います。は？やっぱね、先週からこれやると売れるんですよ。なんでだよ。今売れたの CD、うん。CD 売れました。明日。ギリ初週間に合います。だから調子いいの今。はい、調子いいです。売れてます。明日までに買ってもらえば初週。初週間に合います。はい。俺がピンポンしたら売れる。いや、あなたのピンポンで、間もなくミリオン行くとか、行かないとか。行かねえよ。おし、もうちょいだとかだ、じゃないとか、だとか。無理に決まってんだろ。でもこれで確実に1枚、もう一人の元に音楽広がりましたから、僕たちの。あなたのピンポンのおかげですよ、僕たちの。おー、まさかピンポンで音楽が広がる時代が来るとは思わなかったよね。いや、俺も思っちゃなかったよ。今も信じてないし、ね。SNS とかでね、広まる時代はね、だんだん来たけども、まさかピンポンで来るとは思わなかったね。ピンポンで呼ばれたの？バコンすぎるだろ、それ。よかったね。続いてラジオネーム、エスプレッソさんからです。松村さん、ヒルナンデスのアドバイスですが、クイズコーナーの際、真っ先に、多分僕答え分かったんで、皆さん先に答えてくださいと言って、最後まで答えないようにしてください。尖りすぎ、尖りすぎ。これ刺さるやつだね。キャラ固まりすぎ。これ刺さる、刺さる。一時期そういうさ、出だしのアイドルの人とか、たまに話題になるよね。めちゃめちゃ尖ってるみたいな。やってよ、お前。あ、もう、桐山、お前答えろよ。やっちゃってください、ジャニーズベストのね、先輩の。尖りすぎ。先輩の桐山明人君。鋭利すぎ、この時代に。もう、俺多分分かったね。皆さん先ほど、もう、桐山、お前答えちゃう。答えろ、お前。やっちゃってください。もうなんか傾向見る限り、ほっこりした方が今絶対打ててるよ。いや、でもこれお前刺さるよ。マジで。切れ味が？いや、マジで。俺3回出てるからね。3回出てお前切れ味よく言ってんの。いや、俺はね、これじゃない方が刺さるんですよ。お前ほっこりやってんの？そう。ほっこ。でもお前その、やっぱその感じ、見た目だし、やっぱその方がやっぱ視聴者には刺さるし、あ！また見たいなってやっぱ思ってもらえる。なんでよ。プロデューサーも終わった後、あ！また呼びたいなって思います。なんでよ。いや、なるなるなる。これ刺さるからぜひ、これ後でさ、リストにして印刷して、チーフマネージャーと北斗に共有しといてもらっていい？最近、陰キャー推しでやってんだからさ。いやいや、この方が刺さります。あなた。推しってかまあ、いいんだけど、ほんと陰キャーだから。うん。なんか、ごちゃごちゃする陰キャーで切れ味よかったら。これ後で紙にまとめといてね。うん。A4 の、うん。俺後日渡されんの、ね、渡される。いらねえよ。ヒルナンデスの一週間前に、北斗さんこれ読み込んどいてくださいって言われて渡される。俺渡されたら渡されたでさ、全然呼ばれないきっと。それをしっかりあなたは、いや、実践すれば、まあ、ほぼ、もう多分ほんとなんちゃん。見たことないけどな、そんな。マジ、マジ。あ、お前いけ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 っていうなんちゃん見たことない。キリアパパいっちゃ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 いって。それもほぼなんちゃん。やってたっけ？ほぼなんちゃんですね。クイズ出て、うん、あ、もうキラメキキキ今今今今やってるなんちゃん見たことある。そう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 。それはもう近道ですね。なんちゃんの近道？一番の近道です。うん、はい。なれるならなりたいけどさ、そりゃ。じゃあここで番組からお知らせです。来週6月18日土曜日の放送はですね、うん、各番組がゲストや特別企画で盛り上がるスペシャルウィークということで、この番組ではこんなことやります。おオールナイトニッポン55周年記念放送バックトゥーザ ANN。 はい、ということで、お聞きのオールナイトニッポンはですね、今年で誕生55周年のアニバーサリーイヤーということで、まあ、現在、オールナイトニッポンはその55周年を記念した舞台や音楽イベントが、ま、続々と発表されているわけなんですけども、ね、まあ、ラジオの放送としてはまだどの番組も企画をやってないということで、うん、まあ、この番組、圧倒的無許可、無許可。うん、まあ、圧倒的無許可で最速の55周年記念放送することにしてみました。まずくない？うん。完全なるノンアポ。まずいよ。これで55周年記念放送を最速で。することにしてみました。来週マジ最終回。まあだからこの番組ね、オールナイトニッポンではあるんですけども、うん、まあ ANN、ANN ゼロ、ANN クロス、どこにも属さないサタデースペシャルという独立した枠なんです。そうだよね、もうほぼ自称に近いよね。そうそうなんです。うちオールナイトですで自称してるのに近い。
枠組みで、ね。もうなんか、ちょっとこう、端っこの方、なんかその番組表とかも結構外されてることあるらしいんですよ、ただ。ねえよ。ね、記念写真を、その、まあ、選手話で記念写真、欠席した子みたいな扱いで端っこの方にあることあるらしいんですよ。いじりのノリ良すぎ。まあで、まあどうもね、まあこう我々はこう横並びとしての認識が薄くて、薄いね、まあこの55周年に誘ってもらえない可能性があるのじゃないかと。まあだろうね、うん。まあそうなって泣く前に自分たちから行くことにしました。もう。あ、そうね、うん、そうね。もう誘われないなら行っちゃうしかないと。いうことで、ま、行くことにしました。うん、まあ、ちなみにね、今後他の番組で55周年企画が行われた際はね、ストーンズが最初にやってたとかは、まあ、言わないでください。なんで他の番組に迷惑かけちゃうのは違いますので、ね。なんで、これもう完全に無許可だから。うん、まだここで、だけで完結。じゃあこれはもう、やってないみたいなもんだ。そうそう、来週の1時間半、パンってやって、もうそこって全てなかったんだよ。広めないでね。じゃあもう俺らオールナイトファミリーじゃないよ。広めないでほしい。許可されないなら。ここだけで終わらせたい。俺らだけで。あ、だから、オールナイトのこの記念を模したお遊びか。うん、いや、てかまあ、それで言うとちゃんと55周年記念放送。うん、無許可のね。じゃあ胸張ってさ。いや、でもそれ。うちが1号です。やればいいじゃん。今のこういうのもあんま広めないでほしい。ここもね、うん。本当にね、本当に。ダメなんだよね。そうそうそう。だからもう本当に言わないでほしい。聞いてないみたいにしてほしいなと思います。はい。ということで、まあ、日本放送にね、ダマでお届けする、アンオフィシャル記念放送。わかりました。まあ、来週のストーンでオールナイトニッポンサタデースペシャルは55年の歴史を持つオールナイトニッポンっぽいことを全部載せでお届けする90分をお届けします。まあ、オールナイトニッポン大リスペクト企画。そうだね。はい。ね、まあ、で、何をするかなんですけども、リスナーから二つ募集したいものがございます。二ついく。まず一つ目はこちら。言いなよ。はがき限定。言った。We are Stone。はい、ということで、バックトゥーザフューチャー毎回。楽しむの何毎回音楽楽しむの何ですか毎回、うん、バックトゥーザフューチャーの音楽、うん、まず楽しんでから読むの何いやいや、まあ、これが形ですからね。いいよ、いいサントラだよこれ。いい素晴らしいですよね。ワクワクするというか。なんで毎回楽しんでるまあでね、まあ、レギュラーコーナー We are Stones をハガキ限定で募集したい。これはいいね。いいよね。これはいい。なんかハガキ良くないですか。めっちゃいい。やっぱラジオってハガキよ。そうそうそう。まあ今メールでやってますけど。メールだったり SNS あるよ。まあ ANA のオールナイトニッポンといえばハガキでのネタ投稿ということで。うん、まあ今でもそのナイティナイン、ナイナイさんがこの伝統を受け継いでるみたいで。うん、ちなみにハガキ職人っていう言葉、まあ皆さん耳にしたことあると思うんですけど、その言葉は、そのビータたけしさんのオールナイトニッポンで生まれた言葉。みたいですよ。うん。もう今や当たり前のようにというか。そうそうそうっていう歴史もあったりとかするみたいで、まあ我々もこのハガキの文化をリスペクトしてコーナーをハガキで募集したいな。いいじゃないですか。イニシエのラジオやろう。まあ、で実はねこの番組紹介こそしてないんですけども、毎週数通ハガキが来てたりはするんですよ。あら、まだ根強いハガキ職人がさ。うん、まあ本当そんな多くはないけどね。この放送ビートたけしさんだと思われてんじゃない？そんなことはないです。いやでも目指したいよ。だからさ、最終的に年末とかにさ、リスナーとご飯行くようなラジオをやりたいよ。昔ビートたけしさん行ってたんだよね。うん。まあでもちょっと届いてるやつとかで言うと。あ、来てるんだね。そうそうそう。ね、あ、クリーピーさんが、その、来てくれたスペシャルウィークの回ですね。に、その、ユゴジュリストーンズ×アルして DJ 松永クリーピーナッツ最高でした、うん、ジュリ君が大ファンであるクリーピーナッツさんがゲスト、そして音楽についての話題がたっぷりで聞き応え、たくさんの幸せな90分間でした。耳だけの情報なのに4人の楽しい空気が伝わってくるラジオってやっぱすごいなと思いました。これこそまさに神回、ありがとうございました。長げでおはがきいただいてます。ちょっとはがきになるとみんな長げし、今紹介するのがそのクリーピーさんが来た回ってことは、うん、本当に数週に一通なんだね。今ペースは4月24日かな、このスペシャルウィークが、うん、約2ヶ月前。あれじゃあもういや去年の去年のだっけあれって、えあれって去年
あ、俺こ今年あれか、俺が行ったのか。行ったんだよ。あ、そうだそうだ。あ、そうか。もう珍しすぎて取っといてんだ。大切に。今年あれか、俺が行っただけか。キャグのやつをこんな綺麗に何の汚れもない皿の状態でキープできることある？その上に積み重なっていった形跡もないね。ない。角とかもうビンビン、まだまだ刺さったら痛いよ、四つ角ぐらいのビンビン。来年もうハガキ新年に出せるよこれ、うん、これもう一回送ってもいけちゃうぐらい。いやー、まああとね、そのあのあれです、家の、いっちゃうごめん、来てるじゃないもん、うん、犬のポストカード待って、はい、ただポストカード届いてるけど、うんうんうん、そうただ3匹の子犬がコロンコロンって畳の上で、はいはいはい、3匹の柴犬が、子犬がコロンコロンとあのなってるだけの、かわいいかわいいかわいいっていうだけのっていうだけの、うん、俺らを癒すためだけの坂木来てる。ラジオ中に90分の疲れを若干取ってくれるポストカードを送ってくださった方、人中見舞いらないんだよ。うん、夏かな。これをね、こんな感じなの、毎週。あ、ある程度来てんのね。うん、まあ、届かない週とかもなくはないけども、一応毎週の感じでスーツ着てたり。まあ、来週はハガキ限定だけど、それを皮切りにちょっと、ハガキにも触れていい。うん、いいって言われる。増えたらしたらね、うん、うん、触れてもいいかなと思う。でね、まあ、We Are Stones をハガキで送ってもらえればなと。いいな、羨ましいな、ハガキ。はい、ということで、宛先はですね、郵便番号100-8439、うん、日本放送ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル We Are Stones の係まで送ってください。なんか同じ言葉多いな。はい、ということでハガキはですね、前日の金曜日必着でお願いいたします。いい響きだね、懐かしくて、はい、必着とか。今回はですね、 We Are Stones のネタ以外のことはハガキに書かなくて大丈夫です。応援メッセージは僕たちの心の窓口にいつでも送ってください。はい、ということでどうしてもね、こうスペースが気になる、こう文のあれでね、ハガキのスペースが気になるよって人は、まあネタに関するその絵とか描いて埋めたらいいんじゃないかな。何それ。まあ俺はネタだけでいいと思うけどね。まあ気になる絵とか描いたら触れてくれる？いや、触れないです。触れない。スペース埋めるだけの絵全然描いてもらってもいいんですよ。まあそしてね、まあ今回の We Are Stones、 ハガキにプラスしてこんな要素も乗っけたいと思います。プラスして楽しむな。楽しむな。バックトゥザフューチャーのサントラ楽しむな、お前。ストーンズ全員参加、 We are Stones。 お前バックトゥザフューチャー満喫すんなよ。気持ちいいんですよね、これが気持ちいいんですよ。ここで一回止まって、この後もう一回この盛り上がって流れてくると気持ちいいんですよ。はい、ということで、まあ、ストーンズのメンバー全員にもですね、ハガキで参加してもらいます、はい。まあ、このコーナー2年近くやってるんですけど、ウィアストーンズね、まあ、ずっと違和感があったんです、うん、全員でストーンズだって言ってんのにストーンズが参加してない。今更、まあ、うん、本来ならあってはならないことということで、まあ、この機会に全員でコーナーを盛り上げたいと思います、うん。まあ、ちなみにメンバーもリスナーも全く同じ仕分け方で選びますので、お、つまりメンバーだからという理由で一切優遇いたしません。それはちょっとしてよ。全員不採用みたいなもの全然あり得る話なんです。だからちょっと優遇してよ。ただ全員ね、不採用みたいなのあれなので、ちょっと優遇するかもしれない。あ、通っちゃったよ、もう通っちゃった。ね、ちょっと、あれ、うん、ちょっと、ね、もう申し込み通っちゃったよ。全員不採用あれだからね、ちょっと優遇するします。はい、申請から許可早かったね。はい、ということで、ね、まあ、お聞きのストーンズの皆さんと松村北斗さんに宛先を教えます。俺ストーンズだよ。郵便番号100-8439、日本放送ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル We Are Stones の係までお願いいたします。はい、ということで、たくさんのお便りお待ちしております。まあ、さあ続いて二つ目なんですが、はい、まあ ANA のオールナイトニッポンというのは、うん、大切にされてきたのはハガキともう一つあるんです。なんだ。リスナーの声。声、うん、俺らは声を大事にして。そうでね、まあ、電話やボイスメッセージのジングルなど、あらゆるオールナイトニッポンで数々の声が届けられてきたわけですよ、今までもね。うん、で、まあ、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルもこの機会にリスナーの声を届けたいなと思います。わ、いいね。ということで、二つ目に募集するのはこちら。満喫するなって。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、3人目のパーソナリティ争奪、会津地方。本当に一回過去戻ってる。気持ちいいですね。1往復分ぐらいあったよ。気持ちいいですね。
はい、ということで、まあ、リスナーにもこのラジオにね、参加してもらいたいと思うんですけども、なんだって何で参加してもらうか。そう、相槌で参加してもらいます。まあ、いつものメールにね、ラジオネームと相槌を録音したボイスメッセージを添えて番組まで送ってください。相槌だけ？はい。まあ、番組のどこかで僕と当日のメンバーが喋ってる中にあなたの相槌が流れます。気づかねえよ。まあ、ANN 史上最もいい相槌を打つのは誰だ？それは、あなたかもしれない。あ、すごいね。古い手法がいっぱい出てくるね。そうそう、まあ、いいよ。そうだねみたいな声。あ、じゃあ急に例えばオールドジュリーがこうやって喋ってる時に、うん、お前バックトゥーザフューチャー楽しむな、そうだね、知らんやつの声が入ります、はい、入ります、そういうの、ね、ギリ気づかないって、まあ、この企画に関してはもうこれ以上言うことないんですけども、まあ、ボイスメッセージで相槌を送ってください。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com ストーンズの頭文字を取って st となっています。メールの件名に相槌と書いて送ってください。募集に関していくつか諸注意がございます。メールサーバーのね都合でこちらのボイスメッセージは一人一相槌でお願いします。あなたの渾身の相槌をください。こちらのコーナーのみ締め切りがあります。放送の2日前の6月16日木曜日中でお願いいたします。以上のことを守らない人はラジオネームを親にチクります。守ってくれると助かります。やめてあげてよ、助かります。ラジオネームはダメよ、いじんちゃん。まあね、規則を守り皆さんで快適なタイムトラベル放送を楽しみましょうよな。お前タイムトラベル、はい、過去あんまいじんなよ、うん、未来変わっちゃうから過去いじると未来が変わるから、うん、タイムトラベルとか言ってんのいいけど、そんなちゃんとそのタイムトラベルの世界観ではやってないの。その、うん、いや悪かった雰囲気ものだから、あ、だからお前だから、じゃあ過去を変えんなよ、これ約束な。違うのよ、そのサントラ流しすぎた、ごめん。じゃそんなお前サントラ中に過去戻ってんのかもしんないけど、お前過去変えんな。違う、そんなその雰囲気、その過去変えて写真が薄くなるとかそういうのないから。でも全ての人が未来を守れる人だってのは分かんないだろ。分かったよ、その雰囲気ものだから、そんな、ま、マジな感じじゃなくていいから。俺って今長いでいいんだけども。大丈夫そう、先生大丈夫です、その雰囲気ものだからね。はい、ということでお知らせは以上です。我々はお知らせの終わった未来に帰ります。デロリアン、カモン、頼むよ。俺がちゃんと言ったからな、うん、未来帰るよ。皆様からのハガキ、ボイスメッセージ、お待ちしております。関係ねえじゃねえかよ。ただの言葉。日常会話。聞いただいたのは、この時間は
久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。お聞きの日本放送、関東1都6県にお住まいの方は、ラジコを使ってパソコン、スマホでクリアに聞けます。まずは日本放送のホームページにアクセス。自然の中でアートチャージ。箱根彫刻の森美術館。吉田尚紀がお送りしているネットフリーアニメプレゼンツスカボリックス。ネットフリックスで現在好評配信中の話題作、ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデンを特集。今ノリに乗っているウィットスタジオが制作した壮大な物語の裏側を深掘り。フカボリックスは現在ポッドキャストで配信中。東京都千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。昨日ほら、うん、M ステ出たじゃない。はい、出させていただきましたね。ストーンズとしてさ、2時間スペシャルですか。もう、え、昨日だよね、今日が土曜。そうそうそう、昨日だよ。金曜、うん。あれだよね、その、8日発売のニューシングルの私。出させていただきました。おっていうことで。でもあれさ、朝からリハってことをあんまみんなわかんないだろうね。ああ、そうか。知らないだろうな。めちゃくちゃ朝一リハしたんだよ、してんだよね。9時朝9時よ。9時からリハだったっけ。うん。ああ、そんぐらいだったね。うん。そう。朝から、そう、朝からね、もう、あと本番だけですってなるまで、だからだ、場当たりして。音合わせ。で、そう、サウンド。ちょっと開けて。開けたわけですね。いやー、実はね、僕、高橋海人の、この、ま、歌、ダンス、ま、お芝居も全部好きで、うん、すごい才能に溢れてて、なんかね、すごい、その才能に、憧れちゃっててみたいな、うん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 、あら才能に憧れているみたいな。食いついてたね。来たよ来たよ、食いついてるよって思って、うん、もう朝だけどもうほら食いついたと思って気分が良くなってて、うん、で僕才能に惚れすぎて、このライブとか音楽番組で使うすごい大事なこのイヤモニ、うん、このデザイン高橋海人にしてもらってます、うん、これをお守りのように歌ってますと、うん、言って、おーそんなにですかって、うん、あらあららみたいな。じゃあそのエピソードは絶対言ってくださいみたいな。結構食いつきよかったよね。そのイヤモニってこうカメラに見せれますか。そう感じだったよな。俺がお、いいっすよって言ってパッて撮ったらさ、あ、でも歌前なんでどうですかねとか言われたから、いや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 、この後流れ的にね、ほら、今日元とジェシーが、うん、キングヌーの井口さんとの話とかあるんで、うん、その間につけれるんで、ぜひということで、なんか多分ね、地上波でイヤモニをそうやってちゃんとこう紹介したのって初めてだった、ね、うんうん、あんまないもんね、うん、だから俺カイちゃんと、カイちゃんイヤモニ出るよ、うん、待っててねって気持ちをこう、うん、あ、じゃあなんて言って、あ、じゃあそのイヤモニカメラでドーンと抜かれてたね、寄りますとアップで来た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 と思って、もうだってさ、そのパッとなんかありますかで、ね、そこまでのエピソード出してグッとあの往年の M ステのディレクターさんが食いついたらもう超気分よくて、うんうんうん、でなんかその後こう歌の方もやったじゃん、うん、まあ最初こそちょっとこう、まだ朝で起きてないなって感じだったけど、うん、もう最終的にはめっちゃ調子も良くなってきて、あら、うん、そうですか、リハーサルの段階でだからイヤモニも最初ちょっとトラブルあったけどさ、うんうん、もうどんどん良くなって、そうね、こうしてほしいですとかちょっとお願いしたりして、むしろその良くなっていく過程で、あ、いいよいいよ、あ、もっと良くなって、もっと良くなったよ、うん、っていうのがあって、しかもここ最近の音楽番組より結構良かったのよ。ああ、ね、そうか、うんうん、だから、あ、戻ってきましたと、うん、もう最高ですということになって、でそのまま本番やってくるじゃない、うん、で俺もね、もうとにかく気分が良かったのよ。ああ、もう楽しみだし、その日は、うん、もう歌ももう安心ですと、うん、もうリハーサルで仕上げたと。トークもバシッと、うん。で、僕は数日前に美容院に行って、あいみょんにしてくださいって言って髪を切って、え、で、その日、メイクさんにあいみょんにしてくださいって言って、セットしてもらって、あいみょんにしてください。で、その日あいみょんだったんですよ、俺。はい、ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと、ん、美容室に行って、うん、何、あいみょんにしてくださいって
あいみょんにしてください。髪型を。うん。はいはい。で、美容さん、はいはいって言って、バーってやって、うん、で、その日の朝、メイクして、うん、で、その日俺、あいみょんだったんですよ。で、それなんだよね。それ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 。うん、それ。髪型あいみょんにしてくださいはいいです。メイクさんにあいみょんにしてくださいはいいです。言った。うん、言ったよね。うん。その日、あいみょんだったんです。めちゃめちゃあいみょん。めちゃめちゃあいみょんがわからない。俺ね、あいみょんだったんだよね、その日。で、違うよ、違うよ。あいみょんではないよ。もうね、見るからにあいみょんだった。違ったよ。もうそれがすげえ気分よくて。うん、まあそうか。気分良かったならまあまあまあいいけど。まあまあじゃあ飲むわ。うん、飲んでくれた、うん、いいね。まあじゃあそれは。うん、だって、歌も揃った、うん。トークもバシッと。うん、で、今日あいみょん。うん、うん、まあ本番直前、俺、もう超テンション上がってて。はい。時間を追うごとにどんどんこのなんていうのアドレナリンが出てくる。ああ、まあ楽しみだからな。もうなんか自分の体がポカポカしてくるの感じるわけよ。ほう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 。で、本番30分前ぐらいかな。ほら、ショーとかさ、会が、会とかさ、キンプリの楽屋来てくれて、なんか話したじゃない。うんうん。ちょっとあの時、俺と会と、なんか、あ、じゃあ、あそこの尺だったらちょっとギュッとして、会との方向、まあ仲良くて、なんかね、話として、俺が、行って、カイトの家に、ね、遊びに行って、うん、ちょっとまあ楽しくて、思ったより長くいちゃったことを、なかなか帰ってくれないんですよっていう、なんかパッケージングがあって、あ、はいはい、じゃあそれをギュッとして今ぐらいのもう、遊びに来てくれたんですけど、ちょっと北斗くんなかなか帰んなかったんですよ、ぐらいにしちゃうから、うん。そうしたら俺間髪入れずに、もうそのイヤモニの話行っちゃうわ、俺。ああ、はいはい。打ち合わせがあったわけだ。まあ、生意気な言い方ですけど、まあ、ネタ合わせ的なやつですか、まあまあまあ。まあまあ。そんなんもしてさ、じゃあこれ完璧だね、と、うん。で、迎えた本番。てれれれれれ、モニター自分、はい、わーって映ってるじゃん。はい、はい、はい、あいみょんいますよ、と思って。え、いいの、うん、まあまあいい。今飲んだ。いいんのよ。マジで見直してもらったらわかるけど。うん、で、まあいなかった。まあまあいい。はいはい。まあジュリー今見えてないのかもしれない。いやいやいや、飲む飲む、じゃあ、まあ、譲るわ、じゃあ、飲む飲む。うん。心の綺麗な人にしかあいみょんって見えないから、ね。そうなの、そうだよ。あ、俺は北斗いるなとは思ってたけど。北斗はいなかったよ。いたよ。じゃあ、あれあいみょんじゃないから。北斗だったよ。お前、トトロとか見えないっしょ。うんうん、見えない。トトロ見えねえやつにあいみょん見えるわけないだろ。あ、そう、じゃあ、トトロとあいみょんってイコールなんだ。そうだよ。いや、まあ、わかったわかったわかった。もうそれはわかった。うん。そう。で、始まって、うん、俺すげえテンション良かったのよ。うん、気分良すぎて、うん。で、じゃあいざ、トークの立ち位置立ってきました。はい、で、ほら、慎太郎とさ、うん、ショーの3時間。あ、はい、テレビ電話で、みたいな。タモさんがさ、3時間も、うん、すごいね。食いついてくださったね。前座ありがとうございます。ってこと。お、どういうことどういうこと前座ありがとうございます。こっからちゃんとパッケージングされた話。あー、まあまあまあ。お届けしますよ。もう組み立てられてるからな。正直あの時ちゃんと会喋って、うん、俺も喋って決まってたでしょ。うん、ラリーとして綺麗だったよ。で、うん、完璧ですと、うん、もう最高と思って、うん、え、待って、結構良かった。いや、そうそうそう、 M ステで、うん、あの二人でこう掛け合いのトークするのって難しいんだよね。でもそうそうそう、ちゃんとできてたし、エピソードとしてちゃんと、あ、そういう仲なんだって分かっだしね、うん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 、で、そう、カイも失礼すぎず、あ、なんか仲いいんだなって、うん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 、正直二人の仲以上に仲良く見えてた、あれは。ああ、なるほど。あ、でさ、で、ほら、リハの説明されてた流れで言うとさ、うん、その後まあ井口さんとストーンズの話があって、うん、キングヌーのね、うん、井口さんと、でしたらまあちょっと一回仕切り直して、うん、でこの後、ストーンズキング&プリンス続けてパフォーマンス、ストーンズはこんなパフォーマンスでみたいなのがあって、キング&プリンスはこんなパフォーマンスで、それでは続けて2曲どうぞで来るから、ストーンズの説明が終わってキング&プリンスの説明になったら歌位置に移動してくださいっていう、スタンバイしてって、そこはまあちょっと時間あるからみたいなお話だったね。そう、朝みっちりそれ練習したじゃん。やりました、やりましたよ。朝俺らだって1回目間違えて、ああ、みたいになって、うんうん。その失敗もあったから、うん、もうバッチリ入ってて、ピタッと止まってたよ。トーク位置にいたよな。そう。井口さんとの話終わりました。うん、それでは、って言ったら、覚えてるっしょ。いや、俺は覚えてます。
俺をめちゃくちゃ覚えてるよ。うん。これ、まあ、今の説明だったら、それでは、2曲で、お互い説明が入るじゃん。それでは、ストーンズ、キング&プリンス、2曲続けてどうぞ。っていきなり言われて、耳中で曲始まる前の四つ打ち、カン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 って流れ出して、俺らまだ遠く位置よ。うん。うわーと思うじゃん。もう、全員すごかったんだから、あの時。いや、今思ったらね、まあ、生放送だからさ。そう、尺があったんですよ。で、そのぐらいは対応するのが俺らの、プロとしての。うん。まあ、俺らもちょっと生放送でこう上がってるのもあって、そんな情報をいろいろ入れる余裕もなかったっていうのもあるんだよね。だから別に誰が悪いとかいう話では本当にない。俺らの落ち度ではもうあるんだ、もちろん。ただ、俺らめちゃめちゃ焦っちゃって、俺もカン、カンってなんか、はぁーと思って、急いで位置作って、うん、ただあれだよ。俺がさ、歩いてた時、まだジェシー歩いてたの。そうだ。ありえないって言ってる時に、ジェシーまだ歩いてたの。歩いてるわ。スタッフさんもわーっとしてるわ。もうぐちゃぐちゃしてるわ。なんかもう、何渋谷のスクランブル交差点みたいに。カメラマンさんもテンパってた。そう。カメラマンさんも、いか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 みたいな。パッて急いで構えるみたいな。そんぐらい、まあ、トークとか盛り上がったんです。すごくいいことなんだけど、生放送ならではで。で、俺がさ、トークバシッキ見て、はい、気分いいですと思ったら、カンカンで、うわーって焦ったら、もういきなり目の前に渋谷のスクランブル交差点。ドーンあれスクランブル交差点慌てすぎて逆にスローに見えるみたいな。スクランブル交差点が、ドーンって目の前にできて、交差点をジェシーがこう、動きっていって、友達だったか思ってたら。俺もイヤモニなんで、できてなかったんだから。そうなの、うん、はめれてなかったんだよ。あ、そうか、トーク中してないタイプもいるか。うん。そう。で、カン、カン、カンって、なるじゃない。うん。一応頑張ったよ。頑張ったんだけど、うわーって渋谷のスクランブルの中で歌った俺のありえないの一音目、うん。俺めちゃめちゃ外してて。ああ、そう。ありえないみたいな感じで。ちょっと大げさですよ。うん。まあ、でも気持ち的にはそんぐらい動揺してたってことだよな。もう俺、マジで。うん。これは本当誰への怒りでもない。そう。本当にただ突発的に。あと考えると、俺、自分への怒りだよ。てか、まあ、本来だったら、そういうことがあっても生放送だから対応できるんだけど、トークがうまくいきすぎたもんでね。そう。予期せぬことが起こったことに、テンパっちゃったんだよな。なんで自分対応できないんだよ、に、イラ立ちすぎて、あで、ありえないのあを出した瞬間外したってわかるじゃん。うん。俺もう叫びそうにちゃってもう、あれ、くすーって。俺マジで出かけてんのよ。映ってないかな、放送。うわ、ちゃんと歌ってるでも、うん、ありえ、うくすーって。歌えなかったと、大事なとこを。くすーってなってて。うん、で、まあ、それでも頑張って、つむいでって、うわ、マジ、その後も、京本にね、ごめんと思って。うん、パス、バトンをつなぐね。やっぱさすがね、京本大河っていうのは。ブレなかったねー。マジでごめんありがとうと思って。まあ、あれが多分本来の本、形なんだよな。うん。た、うん、ら、テンパった他の京本以外の5人がダサかったんだよな。で、京本は入ってくれてさ、うわ、マジでありがとうと思って。うん、でも安心するじゃん、ほっと。で、イントロ始まります、その音楽ね。音楽はもうほら、決まったものが流れるから、いいじゃない。とか思ったら、よかった。くすやーって込み上げてきて。だんだんね。俺、くしくもその後30秒ぐらいよ。これ振り付けだよ。ただ立ってる時間があるの、俺。ある俺が近くいる時とかなの？そう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 。ジェシーの、汚れた靴とかいうあたり、俺30秒ぐらいただ立ってる振り付けがあって。で、まあ、曲も相まって、その、ちょっとこう、空気を見つめるような、ふわっとした表情で立つね。もういろいろ考えれすぎて。あのクリックの間に、はい、カン鳴った。あ、始まるんだな。2回目のカン。はい、移動します。3回目のカン。俺3回目でいつもするのよ。で、4回目で歌い出しなのね。3回目のカン。はい、吸いました。4回目歌う。いけたよなぁ。くせぇーとか思ってて。だからこれ映ってるかわかんないけど、ほんと表情とかじゃないよ。瞳、うん、瞳が空気を見つめてるところから一瞬、くさーんの瞳に変わってんの俺絶対。あーあったね、スマブリンがあって。っていうのもあって、で、まあ、
まあ、曲自体は最終的にね、みんなもそうだったから、うん、まあ、ちゃんと終わったのよ。うん、まあまあまあ、と思って。で、その後、正直さ、席戻ってもまだ、ふつふつとなってるわけよ、うん。で、なんかその後ね、この、せっかくの M ステって大舞台をね、うん、大チャンスを。クソってなりながら、うん、で、なんかみんなさ、スマホを持って、なんか夏名曲3曲中から、はいはい、連打するみたいな。そう。で、投票するみたいな。連打して、その時の気分ね、あくまで気分。うん、で、1、2、3位を決めて、そこまで、その場で発表するみたいな企画があって、俺らも、その連打するみたいな。うん、で、くっそーっと思って、連打しますよと思ったら、もう、アイコの花火ものすごい連打よ、俺。うるーって。夏の星座にぶら下がってって。こんなに好きなんです仕方ないんですって。うん。もう、何千みたいなレベル。うるらーって言ってるから。うん。はい、どうですか、投票しました。はい、結果発表。3位、アイコ花火。くそーって。クソ尽くしだったんだな。悔しいことだらけだったんだな。こんなに押して、こんなに好きなんです、3位。くそーと思って。あと、まあ、なんか、こんなこと俺が言うのもあれなんだけどさ、なんか、うん、お前テンパって外しちゃった。まあ、それは誰が悪いわけでもない。しょうがないんだけど、うん。むしろ俺が悪いぐらい。うん、俺全然そんなん関係なく、本当にラスト手前のありえないのパート、自分俺めっちゃ音外したけどね。何やってんだよ。うん、ただミスった。うん。それでは聞いてください。私、あいみょんで、初恋が泣いている。ぶら下がったままの初恋は痺れを聞かして睨んでる。そんなもんかと牙を剥いて言うのさ、あれは幻か。夜になればベランダから聞こえてくる過ちとか。言いつけは今更だけれど響くよ。そんなものよと紅を引いて言うのさ、あれは本当なのか。いつになればベランダから聞こえてくる夢の中で「もしもこの世からあの子が」
さあピッチャー投げました、打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。回ってない、回ってないぞ。どうしたどうした、回したいのに回らないの、肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光DNA の秘密、ノーベル賞大予想、宇宙 ISS スペース X ハバーボッシュ4、サステナブルデベロップメント、国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師なのに芸人、黒ラブ教授と一緒に科学のいろんなことをお話しする番組、科学のラジオ、ラジオサイエンティア、毎週月曜日日本放送ポッドキャストステーションで配信中。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える、神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何、肩こりと腰痛、不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光ストーンズ天候、田中樹、ジェシー、松村北斗、京本大我、松村北斗、高知優吾、松村北斗、森本慎太郎、松村北斗。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、松村北斗でした。この時間は久光製薬、ネットフリックスがお送りしています。さあピッチャー投げました、打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。回ってない、回ってないぞ。どうしたどうした、回したいのに回らないの、肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。ハロー、こちら佐久間信之。80年代のアメリカ映画とかその辺が好きな人はストレンジャーシングス絶対見て、ノスタルジー満載。あと 80s がモチーフなのに演出や価値観が新しいんですよね。ストレンジャーシングス未知の世界シーズン4。いや語り足りないよ。ネットフリックスで独占配信中。サタデースペシャル。おい、おい、じゃあメールを読みしますね。まずラジオネーム、ケーバーブさんからです。オールナイトニッポンといえば、出演予定のなかったタレントさんが突然スタジオに現れる、いわゆる乱入だと思います。先日ゲストに現れたヨシキさんが、伝説の炎を吹き出したのも乱入会でした。ぜひ来週は何者かの乱入を期待します。あ、期待しないで。な、最近ってあんのそれ、乱入、うん、なんだろう、ね、ここ数年であんまりない。俺もあんま聞いてないかな、乱入系は。なんかあのフワちゃんとかやってんだ。あ、なあ、そう、ホークと来週何してる。あのさ、来週普通に呼んでくんね。俺誕生日だよ。いやいや、まあまあまあ、それはまあいいとし、それ、まあ、それ、そういうのじゃなくて、普通に何してる。何もしない仕事、あ、でもこの時間はさすがに何もしてないな。まあ、その、乱入どう。乱入。ないよ、誘われる乱入って。でもリトルストーンが期待してるし、これがオールナイトニッポンっぽいっていうことならば、ラジオ大好きなお前、乱入どう。乱入になってないじゃん。乱してないじゃん。いやいや、整って、生乳じゃん。いいよね、別に。それでも、俺らできるから、別に。そんな言葉あるか知らないけど、生乳だよ、それ。うん、いや、乱入、いいかなと思うけどね。行かないよ。来てほしいね。まあまあ、来ないのね。行かないよ。はいはいはい。わかりました。はいはい、あ、やば。行かなきゃやばそう。僕は来ないです。行かないよ、来週は絶対。続いてラジオネーム、スライミーさんから、ステーマメールですね。オールナイトニッポンっぽいこと。お、現在レギュラーで最長放送記録を持つナインティナインのオールナイトニッポンでは、リスナーやタレントと電話をつなげる展開がよくあります。深夜の生電話がまさにオールナイトの醍醐味なんじゃないでしょうか。わかるな。いいね。あ、オードリーさんもやったりするよね。電話とかね。うんうんうん。お前、来週何してるの。お前さ、関係ねえじゃん、今。こんぐらい、まあ、だいたい11時半とかかな。まあ、もう寝てるかな、11時半ってなると、普段は。携帯とか置いとけるよ、近く。まあまあ、アラームとかかけるから、ね。マナーモード解除しといて。でも俺、まあまあまあ、そうね。うん。だから、その、突然電話とかどう。え、俺、アラーム解除しといてってことは、お前が突然電話してくんの。そう、俺がね。
あ、もう乱入は諦めたんだ。まだどっちかかなと思うけど、突然電話の方はどう？一応その、コーチにはリアタイしてもらう予定なんだけど。なんでだよ、関係ねえな。一応コーチにはね。関係ねえな。どうかな、いきなり電話して、素でトークするみたいなやつ。いや、もういいよ。その代わり、祝ってほしいな、そうなったらな。いや、それとこれとは別だよね。うん、だってスペシャルウィークなんですもの。来週は55周年です。アニバーサリーイヤーの放送ですって言ってんのに、お前の、なんだ、お前いく、27か。27。それをどうこうはやってられないよね。やれよ。それは無理、ね。人が生まれてんだぞ、それは無理だよね。お前、パーソナリティが生まれてんだぞ。人が生まれてんだぞって、お前。27年前のこと、お前、いつまで引きずってんだ、お前。お前、そんなこと言うなよ、お前。なあ。やっちまうぞ、お前。27年前に生まれましたを27年間引きずってる男、どうですか？そんな言い方ねえだろ。じゃあ、全バースでそうだよ。未練たらたら、誕生日に。27年前の出来事、お前。電話してくんなよ、それって。ね、しません。思想続いてラジオで花道さんからです。私はオールナイトでごくたまに流れるラジオドラマが大好きです。おほうほうほう。プロのスタッフさんとプロの喋り手さんが作るドラマがラジオから流れてくるって本当に豪華だなっていつも思います。ということで、いいね、ラジオドラマね。ラジオドラマ俺結構好き。あ、好きですか。面白いよね。あー、そうですか。まあだからそのあれ、ラジオドラマってさ、うん、一週間前から間に合う？今から。お前そんな付き合い気までやんなよ。いける？パパッと。一週間で。パパッとこう書いてさ、仕上げられる？パパッとしたドラマねえよ。じゃあそれだけちょっと一応考えようね。間に合うなら。じゃあこっからから何日間か一応ね、その、また、会議して、まあそれで、まあ火曜水曜あたりに結論出してくれば、そっか数日でパッと作って。やろう。うん、全部載せだからね。お前舐めんなよ。ドラマ。ババッとやっぱ、ね、全部乗せれるもん乗せちゃいたいもんね。なんかそういう感じでやるから、このラジオでやるドラマ毎回ちょっと変なんだよ。そのさ、出れる？それ。生で？パパってやったやつ出れる？当日？で、あれそのまあ、乱入か電話か、ラジオドラマかになるんだけど、出れる？それは。え、もう正式オファーになったの？じゃあパッと作っちゃいますから。それ出れる？ラジオドラマ？うん。パパッと。でも、ある程度ちゃんとした方が書くね、それは。まあ、うまくハマればね。うまくハマればね。ちゃんとした作家さんが書く？いやいや、そんなパパッとに付き合ってくれるちゃんとした作家はいません。あの、ミュージックソンの時さ、書いてくれた方とかがいる。ああ、いやいや、その辺です。じゃあやんねえよ。その辺の人です。じゃあ出ねえよ。出ないんですね。はいはい、わかりました。ありがとうございます。出るよ。ただくれぐれもお前さ、過去変えないように。いや、分かったそんな、それお前何回も言うけど、もう金もんだから頼むよ。来週もね。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ、神様。肩、腰の痛みに貼れば、直に効く。フェイタス。久光 ORTR。レディースシューズブランドのオリエンタルトラフィックから発売しているスポーツラインの ORTR。スニーカー、スポーツサンダルなど、スポーツシーンはもちろん、日常に溶け込むデザインも。弾め、私。心弾むスニーカー、ORTR。オールナイトニッポンサタデースペシャル。おい、はい、いやいや。はい、ということで、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。ここで僕たちストーンズからのお知らせです。ストーンズ7枚目のシングル、私がついに今週発売されました。すでに手に取っていただいた方も多くいらっしゃるかと思います。ありがとうございます。まだの方はね、ぜひ手に取ってみてください。昨日かなんか、そのカップリングのあれが YouTuber が上がってたよね。上がってる。だから、見てほしいわ。まだ迷ってるよって人はそういうの聞いたりして、ぜひいいなと思ったら手に取ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
そして、まあ、さっき言ったやつか、まあ、ソードの YouTube チャンネルに私のカップリング楽曲をそれぞれ世界観を映像で表現したビジュアライザー。そうそうそう、ビジュアライザー。映像のみんなはめちゃくちゃ、まあ、昨日公開しましたので、まあ、それでいいなと思ったら、ぜひよろしくお願いします。そして今年の1月に発売したアルバム、シティが、僕たちの2枚目のアルバムですね、シティが、ビルボードジャパン2022上半期チャートホットアルバムにて1位を獲得しました。ありがとうございます。やった！ありゃ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 。まあ、前作のファーストに続いてですよね、こちら。いや、嬉しいじゃないですか。なんかね、リトルストーンもだいぶ手に取ってくれたって噂は聞いた。まあでもアルバムってやっぱより音楽の数が多いし、なんかまあすごくこの音楽が広まってるなっていう感覚が手に取るように分かるやっぱ結果じゃないですか。いやまあ非常に嬉しいです。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。その他最新情報は SixTONES 公式ホームページやツイッターをチェックしてみてください。そして番組ではコーナーやリアクションメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製のステッカーもプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。それではお時間までメールを読みします。ラジオネームもろこしさんからです。ネタを送りますが希望する絵はがきありますか？まあ綺麗な景色とか。あ、そうね、まあ、いいんじゃないかなと思うけどね。なんかもう夏だから涼しげなやつがいいかな。続いてラジオネームオレンジボックスさん。松村、誕生日とかどうでもいいからお前は頑張って We Are Stones のハガキを書いて採用されることで参加できるよ、努力しろ。そうだよね、それで参加できるから。まあ、来週やれよ、今週2コーナー飛ばしたけど。そうよ、ウィアストーンズとね、ちょっとビビさん飛ばしたけど。いや、じゃあビビさんからです。ハガキってアプリですか、何語で検索しても出てきません。どうやって参加すればいいの？、まあ、そのホームページに、まあ、書いとか調べろ。ツイッターとかに載せてるから、ね、現代が生み出した魔物。はい、ということで一部の放送局を除いてこの後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中樹と松村北斗でした。バイバイ。この漫画は面白いだけじゃない。昭和天皇裕仁の人生を通じて激動の時代を描く昭和天皇物語、コミックス発売中。戦争に突入する日本で彼は何を思ったか、それを見てあなたは何を学び取るか。小学館。健康マヨネーズグループは心、体、命と環境という思いのもと、心も体も満たす食の楽しさを。松村、誕生日とかどうでもいいからお前は頑張って We Are Stones のハガキを書いて採用されることで参加できるよ、努力しろ。そうだよね、それで参加できるから。まあ、来週やれよ、今週2コーナー飛ばしたけど。そうよ、We Are Stones とね。
ゆりさんはちょっと飛ばしたけど、ラジオネームビビさんからです。ハガキってアプリですか？何語で検索しても出てきません。どうやって参加すればいいの？まあ、そのホームページに、まあ、書いとか調べろ。ツイッターとかに載せてるから、現代が生み出した魔物。はい、ということで一部の放送局を除いてこの後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中樹と松村北斗でした。バイバイ。この漫画は面白いだけじゃない。昭和天皇裕仁の人生を通じて激動の時代を描く昭和天皇物語、コミックス発売中。戦争に突入する日本で彼は何を思ったか、それを見てあなたは何を学び取るか。小学館。健康マヨネーズグループは心、体、命と環境という思いのもと、心も体も満たす食の楽しさをお